マミモメモさやかです。黒の奇跡2の第2部サイド B をやっているところで、アラミス入学1日目が終わって夜の探索中でございます。セントラルマルシェトリオタワーが終わったのでサイデン地区に行きましょう。行きましょう。あ、サイデン地区マラソンだ。いつもの子アレンくんか。ヘトワッシャー品格みたいなのを感じるけど、インゲルトもいい。 Z1 関連のニュースを見てるとアスラン選手の話題もよく聞くね。聞くね。あー、わかる。何事も奥深い探求ですな。沼だねそうか、なんかわかる。一つのこと追求すると他が見えるようになって視野が広くなって、あ、こっちもいいじゃん、あっちもいいじゃんってなるよね。めっちゃわかる。ヤング巡査、はいはい、そうね、気を抜くわけにはいきませんよ、わしも。さて、こんにちは、コロルド巡査長。ドナール容疑者の逮捕協力、はいはいよく覚えてるね。まあね、ちょっとね、結構お世話になりましたからね。うん、まあね。まあ、何がともあれ若いしね。大人としてはそう言わざるを得んしね。はい、ありがとうございます、キアラさん。あ、いつもの二人なんかよりそう黒い。あー、保護者説明会か。なんか大変だね。警察はだって事件起こってから動くような職業でもあるし、よく言われちゃうだろうね。まあ、そのなんだろうね、悲しみとか憎しみをぶつけられがちな立場でもあるのかね。連続猟奇殺人事件ね。よし、いけるな。何か忘れてる？何忘れてる？え、いやー、もうまたなんかフラグ作られた。ありがとうございます。はーい、ふわーい。どれどれ。よし、警察署はこんなもんかな。オスロさんか。プライベート用のティーフォン。ティーフォン買ったの？あー、そっかそっか。今まで持ってたのは会社用のティーフォンでプライベート用にも買ったと。へえ。うん、そっかそっかそっか。企業関連は配られてたんだね。黒の奇跡の1のクエストですね。エルランドへようこそ。そっか、あの人はソニア先生いる。デート着でも買いに来たんかな。やめちゃったってことだよね。あ、そうなんだ、そういう体なんだ。そういう体とか言っちゃった。ナオミさんよろしくね。ソニア先生何やってんの。サーシャによるとエドワードさんは派手なものより落ち着いたデザインが好み。はんはんはん、頑張って、楽しみだわ。モーラ店長、うん、そうなんだ。そう、キャロルさん事情があって引っ越すことになった。うぃ、シフトを増やしたか。ごゆっくりどうぞ。インゲルトとエルラントがコラボして作った。へえ、バン君に送れる。買いましょう。
これが色物枠かな。一応 STR 上がるし買う？買ってもいいかな。結構上がるな今回。3人なんかね、色物にしては良さそうな感じするので買っちゃいましょう。またいつでもどうぞ。はい、で、今日も書いてますね。え、ダメだったの？去年の記念祭の時に起きた異変、あの時の様子を端的に描いた絵を発表したら、病んだ画家の見た歪んだ世界。あ、そうなんだ。ああ、なるほどね。自分の思った評価ではなかったって話か。なるほど、難しいね。なんかでもそこまで真剣になれてて羨ましい。本当になんか妥協がない人生ってすごそう。ラムズフェルド主任はバンクオブイリスの頭取のもとにもろもろ報告に行ってる。なるほど。お伺いしましょう。あ、カレーじゃなくてシチューになってるまあカレーもいいし、シチューもいいよな。この方って前あっちで見た人かな。あ、あー、サルバットのホテルにで談義してた人だよね。で、子供2人がいると見た。いないかな。ワリス投資銀行の共和国支店に用があった。三つ月、初めて聞いた。ちょっと待って調べてみよう。三つ月って読むらしい。結婚して間もない頃、ハネムーンなるほどな。嫌味なんだろうな。はい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 。安牌を選ぶようになっちゃったっていうこと？ああ、まあお互いがお互いにって感じですね。あ、バーゼリアちゃん。なるほどな。大人になったんだね、また一つ。よかったよかった、応援したい。偉すぎー。あ、そう、ネイトの彼女、役職の、あ、あー、なんだそんなフラグかなんだとか言っちゃったなんか忘れてるようなって。デートの約束忘れてんのか。まあ忙しすぎたんかね。いや、まあさ、なんだろうね、お互い覚悟がいるよね。なんかネイトもネイトで悪いところあるけど、でもなんかこう警察の彼女になるんだったら その覚悟はいるんじゃないかなってちょっと思ったりはするね。秘書さんは初で、いろいろと学んだね。ああ、なるほどな。
取り入ろうとしていた議員に叱責された。うんうんうん、うん、あー秘書さんにはちゃんと思うところがあったって感じなのかな。なるほどね。すごいね。いやほんとすごいね。なんか変われるのもさ才能だよね。強烈な体験ってあれか、あの終盤の異変の話かな。秘書さんも、あでもバン君いないわバン君と関わった人が動ける感じになってたからね。はーい、んまだ話せる。ああへえ、そうなんだあれ上に人がいるぞ。あ子供じゃない、来たー、よかった来てくれててあ文通してんの、へえ。あ去年より丸、あそうそうそうかそうかそうか言ってたねなんか8年後とかめっちゃ楽しみなんだけど。あ男の子だいぶ来てるぞ。僕の望みはあくまでその先、家同士の対立を超えてかなりカリアを迎える。そのためにお互い結びつきを強めないと。すげえのやり手だな外堀から埋めてんな。若いうちに共同で事業やってみる。へえ。あサクシーやりよる。カリアちゃんはカリアちゃんでなんかこう女の子らしいところがあるねいや見守りたい桃がいすぎるよ。さて次は裏あたりに行けばいいかな。あそっかそっか、一回上に上がっちゃったからか。こっちでいいよね。ラジオ鳴ってる。あここでもバスケすんのか、サイモンとバスケね。あーやっと知ってる曲流れてきた。えここであの空の奇跡の宿屋とかの曲だよね。猫がうんたらって題名だったっけ。うん、あそうなんだ、へえ。丸くなったね。なんか一匹狼って感じだったもんね。あはい、私はダメだよね。はーい、強いね。しっかりしてる。潤滑油だよねこの子。さあ、おおあ、アスラン選手じゃない。あざす、極東式。えい、らっしゃい。
なんかそばクレイユ村さんを使ってるって言ってたよね。また顔を出した。今思われだけど。ほらアスラン選手だ。格好なんとかなら、お、こんな顔。へえ。え、これスクープじゃん。言うね。へえ、こんな夜なのに。へえ。では財前地区一通り回ったので、タイレル地区に行きます。行くよ。さて、いつもの警察官さんたち。カリン巡査、巡回そろそろ終わり。カタコタ、ナンシン巡査。まあでもさ、肩こりやすい人いるし、肩こりしてるのに気づかない人もいるもんね。これディバンシー兄弟のこと？え、ディバンシー兄弟のことかな？捕まってない。今これマルドゥック方面なんだよな、私のクエストルート確か。か、新しい詐欺師がいるのかな。まあ確かに切り替えね。まあ難しいよね。生きるのって難しい。いらっしゃいませ。めっちゃ人いる。よいしょよいしょ。ジャッカルさん。なるほど。ルチアさん。なるほどな。あ、まだ遊べてる。前もなんかそんなこと言ってたよね。去年よりは素直になったか。はい、なんすか。あー、へえ。アニエスは結構耐えれる地区に来るんだね。今のバイトを始める前からたまに友達と一緒に来てた。あー、生徒会の打ち合わせ前もさ、やってたもんね。カフェで友人と一緒に休憩したり、生徒会の打ち合わせか。普通の俺たちくらいの年齢の連中にとってはそういうのが当たり前の日常なわけか。今からでも遅くないよ、スーナ。楽しんで、アラミス。なんか達観しすぎてるよな、スーちゃん。はい、親子。本当よかったね。旦那さんは貿易関係の仕事ね。去年から年始にかけて特に忙しかった。ああ、なるほどな。シニョンちゃんたち。あ、え、あ、ライエル君、ここでもバイトしてんの？撮影許可。なんかそういうの撮るの？閉店後30分。へえ。そうだよね。なんか家族の食事作ったりしてるって言ってた。作り置きしてる。へえ。あー、なるほど。え、偉すぎか。いいね。なんかちょっとドキドキするね。私の学生時代そういうのなかったな。ライエル君、そういうのその一言がなければなって感じあるけど、まあライエル君はライエル君だよね。お、一緒かな。一緒だ。まあまあいいでしょう。あ、影丸じゃん。影をしてた。夜空を見てなんだか黄昏れてる。なるほど。
アンニュイあーそうねそうね、なんか異変の前もなんか感じ取ってる感じだったもんな。影押しがそんな、あーね、そうそうそう、今まさに言おうとしてたところ、一応気に留めておくかよし、いけるな、いけるのかわしら。さ、誰かな、いつもの人かな。あ、帰ってきてる。確かに今回いなかったもんね、あのセントラルマルシ。私の知らない間に伝説の偽ブランド商マギザ氏が捕まっていたなんて僕らは旅に出た。ああそうそうそう、ここにもいたいたいた。どうせ彼女は懲りないわ、だからいずれ本物を見る機会も私もねそれを期待してるよ。こんなところで立ち止まるマギサ姉さんじゃないはずだ焼き栗食いたいやつはいるか。巻き栗食べたい。え、おまきもらったの、いいね。お前もデザイアだったけど俺と同じく足を洗った。え、そうなんだ、足洗い同士。ジェフリーさんが腰巾着ってイメージしかなかった。あんたが変わった。ああ、はい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 。うん、いいねいいね。あ、そうなんだ。うん、なるほど。焼き栗もらうね。そんじゃな。はい。これ入れる？前入れて、多分ここまで直で行っちゃったんかな。で、だからこれ開けたことなかったんだよね。ネビュラス。さて、タイレル通信社お邪魔します。お兄さん、うん、読者モデルアルバイトガーニア始めた、聞いた聞いた。まあ確かにね、しかもあんま給料良くないって聞くよね、その本物のモデルさんに比べて。ラングドンさん、記者クラブに詰めてる。ああ、ああそうね、それはそうかもしれん。うん、見た見た見た。あー、でもなんかいい感じにはなってほしいかもねえ、ディンゴさんの思いって恋心なの？まあでもこ、まあ、多少は恋心あるか。でもなんか今尊敬に変わってそうな感じない？あの、気づかなかった恋心と今は尊敬みたいな、そんなイメージ。そういうもんか。で、映画館入れないんだよね。おいしいポップコーンはいか。あー頑張って。こう、やっぱアーケードで売られてるのもね、趣があっていいです。あらららら、らヘンドリックさん、何を届けたんだろう。調整の方、リニューアルオープン、こんにちは。あー、爆破事件のことねありがとう、褒めてもらったエルメスさんに。防弾スーツとか防弾ジョッキも用意できる、さすがですね、あの、利用したことはないけど割高だしね、ちょっとね。あー確かにね、旧式だとね。なるほど、さすがエルメスさんといったところでしょうか。最近のきな臭さね、奇跡のゼムリア大陸にきな臭くないところってあるのかな。こっちじゃないな、今は営業してないようだ。よいしょ、アビーさん、うんうんうん、ね、
さてと下におりまして、魚が集まっています。魚ここで釣るの動画中に一回釣ってみる。さてやるか。おう、そらやっとできた。ここだここだ。めっちゃゆっくり。何が釣れんのこれ。カメ。うん、悪くないな。カサギン。なるほど。えってなってるくない今頃。よいしょ。ウェンデル君と誰だっけ。あ、ティーボン買ったの。スロース、ノート端末。前の端末追っ払ってミラーを工面して買った。へえ。じゃあノートパソコンやめて iPhone にしたっていう感じってこと。あー確かに噂好き。掲示板やら投稿サイトやらはそれなりにあった。 T-phone が出てから登録者もすごい増えてる。へえ。やっぱスマホっていいよね。そっか。そうね、あと真偽をさ自分でこう情報とかも取捨選択できる目も養っていかなきゃいけないもんね。ご来店情報型の世界です。魔王な随分とコートの方の状況を危惧してる。はいはい、いいね。そういうねクンミンちゃんがいいと思う私は。どうしましょうか。ぜひまた来てくださいね。はい。へいゆえ全体ね。ルーケにどこまで。でもリーケが爆誕したしね。なるほど。そうね。教えられることはそう多くないか。解決屋はにふさわ相応にコートの秩序回復に貢献してる。ほんと。所長さんは依頼とは別口の目的の方はまだ果たしてない。依頼とは別口、別口。依頼がそのアシェンちゃん方面っていうこと？別口の目的？なんかあったっけ？よし、いけるな。ふんふん。はい。カオハン君。心の声が聞こえます。聞こえてた。なんか神の力で聞こえてた心の中が。そういうことか。え、その庭園出身者っていうことかっていうこと。なんか伝わってないな。頑張ろうとしてるの伝わってないな。余計に時間かけちゃってるな。あ、はいはい。あ、名前忘れた。あの社長さん、あ、じゃないわ。あ、議員の話だ。あの、あれだ。あ、ライアン議員か。オーベル地区にいた人ですよね、多分。まあ、ロックスミスさんは柔軟よね。前なんか個人のさ投資家がうんたらって言ってたのってハックじいさんのことか。
いつ話してたっけその話。あーそうか、多分そうだよね、多分多分めっちゃ言ってるけど、うんうんうん、1でも話してたよねホテルで。うん、なるほどね、つながった。ハックじいさんは忘れるべからず。いいじゃん、ちょっとくらいよう聞こえた。うん、アルベール君ここアルバイトしてるもんね。うん、さてと、まあなんかバン君新年度に新しいバイトに入って、あーなるほどね、確かにね。ごゆっくりと、またいつでもどうぞ。何言いかけたっけ、どうなってる。あ、あー例のあのそう漫画家になりたい子ね。うん、あーいるよねそういう人。どうしたらいいんかねそういう人って。さっき私何言いかけたんだろう、忘れちゃった。うーん、スマホの普及の問題がめっちゃある。いつもの3人、え、俳優養成コースに入ったの。へえ、へえ、どうしたの急に。急に、急ではないわ。相変わらず二人とも辛辣だな。うん、あ、ほんと普通に応援する。あー、いやーでもそういうもんじゃない人生って。めっちゃ上から目線。はい、というわけで今回のパートはここまでにしようかなと思います。ここまで見てくださってありがとうございます。あ、待って、アイス屋さん行ってなくない？おいしいアイス、ウィンターコンボ、へえ。ご注文は何？ありがとうございました。あ、これね。はい、というわけでここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、まったねー。